せん。静岡県伊豆から来ました三森と申します。ようこそ。なんかマスターが小田原の人だということで、意外と伊豆の話が分かってくれて嬉しかったです。私のオリジナル曲はぶっちゃけた話、伊豆をテーマにした歌が多いんで。伊豆作ったの？ちょっとなまりました。ちなみに今回歌う曲は思いっきり伊豆のテーマで、天城浦島ロックンロールってわかりますか？言ってる意味。これごめん、これ天城峠にちなんだロックンロールな曲です。なんで福島で歌うんだっていう説はあるんですが、これしかできません。じゃあいきます。天城浦島ロックンロールです。CD もね出されて、実は伊豆箱根鉄道の運転手さんなんです。ごめんなさい、東海バスでした。でも同じです。こっちの方の人です。うちのライバルぐらい。あれ歌は何の？いや、あれは伊豆箱根のテーマですから。あとで歌いましょうか。わかりました。もう一曲ですか。じゃあマスターがいるところで、ちょっと待ってください。もう一曲やるはめになってます。すみません。適当に使っちゃっていいですか。周りも取るだけ取っちゃってください。じゃあちょっとブルースやりますか。ブルース。これもまたご当地ブルースってやつです。ご当地。またマスターにすぐ振りますんで。これもテーマが伊豆の自然寺です。自然寺のブルースマンという。「ひとりぼっち」ありがとうございました。こんな感じで。